はい、今回力量についてちょっと掘り下げてみますけども、すごくシンプルなんで短いですよ。ほとんどの人は、ね、力量がないんですよ。泣いてますね。で、力量がないから何が起きるかっていうと、2つの言葉で説明しますね。1つは安いものを大切にします。これだけ聞くとすごくいいように聞こえるでしょ。でも、もう1つの言葉を聞くと急にこの言葉の評価って落ちるんですよ。力量のない人っていうのは高いものを粗末にして安いものを大切にするんですよ。で、本当はね、高いものは一生懸命やる、大切にする、高学塾は一生懸命やるのはずなんですけども、逆なんですよ。高学塾、高いお金で払って買うと、そこで力尽きて終わるんですよ。で、ものすごくね、ちっちゃいものを大事にするんですよね。例えばセルフバッグをね、こちょ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 やってみるとかね。違う、セルフバッグを人に教えることをやるんだと、それをサイト化して高額で売るんだっていうことをやらないんですよ。粗末にするんですよ。セルフバッグの案件を探して3ヶ月、6ヶ月、1年、いつの間にか終わりましたみたいなね。全然セルフバッグ一生懸命ボンジしてってやってるんですけどみたいなね。ちょっと泣き声うるさくてすみません。でもいい声でしょ。この世界に一つの命が生まれました。このね、大和くんはね、すごく運がいいんですよ。なぜなら私の息子に生まれたからですね。でもこの運っていうのは私が作ってきたんですよ、生まれる子供のために。もう一つ言いますと、まあ私の奥さんもね、いるんですよね。この二人で二人の家族を作りました。そこに生まれてきた大和くんは運がいいんですよ。なぜなら私が積み上げて、彼女が積み上げてきたものを相続できるからですよね。だから運っていうのは誰かが作ってるんですよ。ね、力量がある人はこれを受け取ることができるということですね。それでは以上です。